最近あれ荒川ちゃん可愛くなりました、もしかして彼氏できましたっていうお声が増えたんですけども、メイク上手くなりました、いいということで、ちょっと毎日メイクを紹介していきたいなと思います。エクトってウルフカットの姿も見ていただきたいなと思って、もうエクステ行くからさ、2日間限定でということで、引き際がわかる女、どうもエルフ奈良川です。キラン、絶好調でございます。今日もはい、まずカラコンはこれしか勝たん、ラベールのマーメイドアクア。いろいろなカラコン試したんですけど、やっぱりもうこれやばい、ほんまに大きいカラコン好きな人はマジでおすすめ。めっちゃ光も入るし、発色も最高で、下地もマジでこれ神、池田さんのブランドメキュモア。私もほんまこれなんか保湿力みたいなのもやばくてさ、朝とかもう顔ガッサガサの状態で時間ないから塗った時とかもこれのおかげでなんか保湿保ててるみたいな、マジである。メキュモアシャパンベージュ、マジでやばい、もう追加で買いに行かな。もうこのなんか肌キレなりましたとか言っていただくんですけど、これともう一個のリキッドでマジで肌綺麗に見える。頑張るアラサーの味方って感じ、マジで感謝。メイク最高、メイクありがとうね。もうなんか良くない、今日もうほんまに周平さん、周平魂さんとヒロパーのイベントご一緒させていただいて、もうおもろすぎて、先輩方も風水やもせし、もうエグすぎて浴びてきたんですけど、周平さん風に言わせていただくと、もうこれですでにいいニュアンス漂ってないですか、いい。でこれもマジでいい、レブロンカラーステイロングウェアメイクアップ、これもむっちゃええねんな、マジで。これも買いに行かない、これもめっちゃいい、めっちゃこれの時点でめっちゃ肌綺麗に、やばくない。でこれをドンキで買ったの、じゃあ無印で買ったフェイスパウダー、じゃあ次眉毛描くか。これ何やろ、これなんか最寄りのペンシルでお願いします。それぞれの眉毛描いてください。メイク動画とかいろいろ見ててもさ、自分の化粧品やったらどれになるんですかねみたいなあるやん、結構すいません、それ紹介してくださってるやつお高いじゃないですか、自分のやつで一番近い色見てどれになるんですかねみたいな、自分の持ってるやつでできたらいいよね。で眉毛の色をつけていきます。ノーズシャドウ行きましょう。最近はもうなんか今流行りの根元と先っちょだけ、最寄りの眉毛描きで、最寄りの眉毛描きの一番濃い色、まあ私これしかもう今これしかないから、どっか行って、この下がで、この先っちょとで、私こうやってグーって伸ばすからさ、ちょっと本来のやり方知らんねんけど、グーって伸ばすから結局こう、まあ、なるんですけどね、繋がるんやけど、でこうしときまして、でさ、買ったのよ私もついに、ピンクのさハイライト、ディオールの、なんかさバズってるやん。でなんかめっちゃイライラしてる時にもうしんどみたいな、もう自分にな、情けなみたいな、自分しんどみたいな時に慰めるために買いました。慰める時ってやっぱ出ばこせんな、うん、でこれで、これの使い方あんまよく分かってないんだけど、まあなんかとりあえず先
先っちょに白目のハイライト塗って、ここにもほっぺにも。でこの時点でだいぶさ可愛いのにどうなのって、続きが楽しみですっていう美版状態、顔面美版。えこの先どうなるんですかって。でこのピンクのやつをちょっと鼻にも塗ってみる。あ、ネイルねえじゃんって思っている方ありがとうございます。もうちょっと仕事のさあれでネイル外してて、よし、こんな感じでございます。あ、そう、見てこれ、メゾンの吉野くんからもらったパジャマ。なんでメゾンの吉野からパジャマもらうのって当然の疑問なんですけども、なんか吉野くんのライブ、誕生日のライブに呼んでいただいて、誕生日やのに逆にプレゼントをもらうっていう企画のもと、エルフにはジェラピクくれました。ありがとね。で次アイメイク、これどこで買ったっけな。とにかくまあ茶色いっぱいあったらいいかと思って、皆さんも茶色がいっぱいあるブラウンシャドウを使っていただければ、もうほんま何とでもなりますので、メイクほんまに。この色ちょっと見た目とちゃうなって思うじゃないですか。大丈夫、いけます。で私ちょっとオレンジっぽいのが好きだから、 この辺とかなんか茶色、薄いっぽい茶色を、皆さんの最寄りのね、ちょっとあこれ薄いんじゃないかなって思うブラウンをアイホール全体に塗っていただきまして、であちょっと濃いんじゃないかなっていうやつをこの下ら辺に、てかまあこの辺になんか塗りまして、でいつもと毎日メイク変わったのが、このオレンジ、じゃ皆さんで言うところ何なの、そう薄くもないこの締め色でもないみたいな色をここまで持ってきます。こんな感じ、 VU かなって使ってた、 U に持ってくる、黒目の下ぐらいまで。でとりあえずシャドウのこれはもう下地です。こっからが任せてくださいって感じやねんけど、ギャルズの03をこの黒目のところにちょんちょんちょんって塗って伸ばすじゃないですか。かわいい高嶺のキラカをこの眼球あたりに、あ今まぶたの上から目ん玉触ってんなって思うところに塗っていただきまして、顔面宝石箱作っていくで。次02ピンク、あそうかごめん、そのお家にこれをギャルズ持ってない人はちょっとごめん、ギャルズだけは真似できないかもしらん、最寄りのやつではちょっとキラパラするからさ、キラキラパラダイスするからちょっと待っといてな、だから自分のやつやからちょっと宣伝臭くて申し訳ない、これガチやねん、私ギャルズのグリッター大好きやねんマジで。細い部分でここに塗ります。一直線でこう、こんな感じ、そう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 、道作るみたいな、ロード、ピンクロード、花道だけ歩きましょう人生。このなんていう、ここにこうほら輝いてんでーっていう、私めちゃめちゃ輝いてんでイエイっていうので、次絶対主役度をここに塗ります。ここはもう無敵ゾーン、目つぶっても目開けてても見えるから、ほんまはかぶりたくないけど、こうこうこうみたいな感じで、こうこうこう DJ こうさん、ふぅー夜中だぞ、夜中だから静かにしよう本当に。でキラパラをとりあえず完成させます。次アイラインで、こう落とすアイライン、
切開ラインこうなってるやん、この丸くなってんねんけど、私目頭がそこをこうなんていうの、キュッとこうなんつったらいいの、間を切り裂くみたいな、まあ失敗したけどな、普通にこっちとこっち向いてるやん、なんかつまずいた時はとりあえず進もう、で後から後からね、なんとでもなりますから、やりますからということでマスカラしましょう。で次下ね、下はこういうなんか線描けそうな何ブラシに皆さんの最寄りの濃い濃い茶色をここから濃い茶色で下描きします。付け根から黒目の下ぐらいまでグッと、ナイキは描いてください。でこの粘膜、黒目から目頭から黒目までを粘膜を茶色で塗ります。ここも前と全然違う、こうがっつり、そうこ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 う、そう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 、かわいいかわいい、そうそうそう、こういって、次涙袋で、この茶色の下をコンシーラーで、これツーちゃんのやつです、キャンディードールパレットコンシーラーの真ん中、肌色に近いやつ、最近思ってんけど、さっき涙袋の影描いた方がいい、この眉毛描いたやつで、こんな感じ、めっちゃ可愛い、こんな感じで描きます。眼球の上に塗ったやつを、このコンシーラーの下に上にね重ねる、でこの上にピンクのギャルズを目の下に、黒目の下に塗ります。そうかわいい、そうで、この黒のシャドウをこの先茶色描いた部分のこの下までいきます。こうめっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい、下まつげ描いていきます。下まつげはここは長い方がいいのか、強いちょっと押さえて、ちょっと待って、アイラインがもうなくなってきてる、なんかこう描いた方がなんか漏れるってことに気づいた、なんか内に巻いた方が漏れるなって気づいて、なあ出ろよ、ちょっと待って、私もメイク動画もみんなが見てるから緊張してる、普段通りの自分で行こう、ほんまに。でギャルズの01、私が主役だってこの目頭のところに、うわ最高、このオーロラ感がやべえ、テンション上がる、こんな感じ、すっごいミラーボール。次つけま、ここね、この外側につけるっていう、でこの、え何がってこう、え何がってこう、この不愛想は何がって人にやったらあかん聞き返しの仕方の時の顔あるやん、あれをします。
で、この自分たちのさ、まつげが、まつげと皮膚あるでしょ、この間に、すいません、お邪魔しますって分かります、ちょっとドアつかましく、すいません、グッと、なんかこんな感じ、なんかさ、2人でさ、てかああいう声になりたかったなって思うけどさ、友達2人で座っててさ、なこう喋りながらさ、真ん中座ってくる子おるやん、何がとか言ってこう人の上に座ってグッて真ん中入れる子おるやん、あれあれみたいな感じで。やばい、マジで漏れてる、かわいい。口紅塗ります。真っピンクのやつ塗ってください。濃いめに塗って、私結構チークも濃い方が好きなんで。髪の毛やっていこう。髪の毛やっていきます。じゃあねー、バイバーイ。